分もう夜中過ぎか。田楽狂言も終わって、あれから別の墨絵の広間で宴となり、やがて役者たちをも座に加えて、バサラな残夜を飲みふかしたのも、ずいぶん長かった覚えがある。無理もない、と高氏は自分へつぶやく。その足元は満散として、彼の意のままには運ばれていかない。ただ、誰かに体を支えられていることだけは分かっていた。宴でも、初めの間は、これは気をつけよう。佐々木道与や左近らが、わしの性根を見てやろうと、寄ってたかって灰を強いる者にそういない。すでに酔いからの酒。さりとて、ここで無様な酔い崩れなどを見せては、後日の笑われ草。が、そのうち、花屋社、詐欺屋社、桐屋社などがご挨拶にとまかり出て、同様のご機嫌も斜めにならずと見えた頃からか、いけなかった。いや、主計の乱れや、彼らの道家軽口などは、何も高氏の心理には関わりない。彼の密かな毅然が、ついに維持しきれなかったのは、ご挨拶の仲間に、藤屋社も混じって来ていたからだった。あ、琴乃、お気をつけて。どこまで続く、奥来るわか、長い長い深夜の牢を、早漏と曲がりくねってきたところで、彼は何かへドスンと、肩でもぶつけたような気がした。ま、お危ない。彼を支えている影は、共によろとして、持て余すような抱えざまも懸命に、そちらではございませぬ、ご神女へ、琴乃、ご神女のうちへ。そこのほのかな明かりと、二つの枕に焚き込めてあるキャラの香りが、ふと高氏を心づかせた。そちは誰だ？おお、怖いお顔。誰だ？ま、お墓までも解いて、襖へおまろびなさいませいな。何？霞の中のような瞳をじっと凝らして、その白い顔へ。なんだ、におか。私ではいけません？遊女のにおか。よくお分かりのくせに。あっちへ行け。そんな釣れない。何が釣れない？琴乃は寂しかろ。ようご解放してあげようと。水な道与様のお耳打ちでございまする。それなのに、酔いのおなずみもどこへやら、そのようなよそよそしい。もういい、下がれ。下がりませぬ。うるさいやつ。酔いの力は加減できない。突き飛ばされたのは二葉だけではなかった。大きなだだっこに似た、彼の身なりも仰向けにぶっ倒れた。憎いことの。二葉はすぐ身をくねらせた。そして男の胸へ体を投げた。こんな死儀は遊女の名折れと、腕によりをかける気でもあろうか。ええい、憎い。いっそもうかわいいほど。と、その黒髪は下の顔を物ように覆い隠したまま、鼻筋と一層身を絡めてくる。こんなことは遊女の仁王にはたくさんの覚えがある。はじめのうちの男の春挙などは上辺だけのものでしかない。ときめ込んでいる大胆さなのである。誇らしげに胸の下に足ている高氏の顔を眺めるようといい、獅子でするその行為といい、美獣が餌をなぶる時の品と同じだった。いたずらっぽい気長さで我慢強くて、下から一つや二つ頬を打たれたぐらいでは怒りもしなければ休めもない。執拗なこの行進を交わすたび、下の高氏は苦しげに唾を鳴らした。力の争いでも仁王にかなわない気がどこかでしている。が、本当は仁王の力を跳ね返せないわけでもなく、大酔いのせいでもなかった。自分のうぶな血に燃えついてしまった性の火との戦いを自分の中でしていたに過ぎない。は、話せ。いやいや。窒息を迫ってやまぬような黒髪のねばさであった。高氏は負けかかる。
高氏もこれまでに女性の体を知らないのではなかった。多分に未開な下野地方では上下ともに楽しみといえば自然飲み食いか男女の関係に限られている。筑波の歌書きに似た城代の威風が今なおお祭りの晩には行われるほどだった。早熟の風も一人高氏だけにあったのではないけれど、高氏の身分ではそういう面には至極不便であった。だから彼の早熟な性の穂に気力の蝶々が止まったのもわずか二度ほどの前例しかない。一度は歌書きの闇祭りを見物に行き、どこの誰とも知れ得ぬ年上の三ヶ妻に惹かれて小倉狩りでちぎったことと、またも一つの体験は御厨の牧へ遠乗りに行った爆臭の真昼であった。馬屋の星原の中でつい牧長の小娘と陽炎みたいに戯れむつんだことがある。そして前の件は知れずじまいに終わっているが、後者はその後小娘が親にでも漏らしたか、やがて高氏の母清子の知るところになっていた。父貞氏もだが、母は父以上に潔癖な人である。家臣をして牧長の親子にどういう処置を取らせたものか高氏も知らないうちに、いつか親子は薪に見えなくなってしまった。なまじ彼にこういう前歴もあるため、今は二代の姓ばかりでもないもがきを一層にしたのであった。しかしその二代の唇寄せにもなお鋼で耐えていられたのは、これほどな酔いもまだ佐々木同様の笑いぼくろを忘れるまでに至ってなかったせいである。同様に耳打ちされているよとぎの女と思えば、心が許されないばかりかこううるさくて、ついにはこんな時のためでない鍛錬の足技を持って二代の体をマリのごとく部屋の隅へ投げつけてしまったのであった。そしてさっと牢の外へ逃れ出ると、後ろで二代がひっと声の尾を引いて、ことのおひどいと演じるのが聞こえた。が彼はそのまま牢の闇をドスドス歩いて、燃えやまぬその五体を大庭の焼きに立って冷やした。城の大庭は夜霞だった。すぐ真上の伊吹山すら影もない。どこかには月がある。追われてでもいるように高氏はおぼろの中を歩き出した。まだその足元はもつれ気味だった。元服後一年余りにして酒を許されてからこっち、こんなにも酔いを覚えたのは初めてだと考える。それしか詩らしい詩は何も浮かんでこない。ふとつまずいた木の根か切り株を知ると、彼はそれ幸いのように腰掛けて、ふーっと腹いっぱい酒気を天へ吐いた。すると吸う息には福育たる匂いがあった。昼、同夜とともに商用した梅林が思い出された。彼は顔を動かした。その顔の上に花があった。近くにも遠くの枝にも、紅梅は黒く、白梅は青く、夜霞に滲んでいた。彼の瞳にはそればかりでないものを見た。ここには彼以前にもう一人人影が佇んでいた。
いや、そのものも木の根か何かに腰掛けていたのらしいが、すぐその辺まで来た高氏の影が、不意に崩れるような格好でうずくまってしまったのを見ると、それに驚いてか、こっちを振り向いていたものだった。一度は小鳥の立つような品を示し、すぐ逃げ去ろうとしたかのようであった。が、思い直した風で、二足三足近づいてきた。そしてこわごわ、身を少しかがめて尋ねた。もし、どうかなすったのでございますか？どこぞ、お加減でもお悪いのですか？高氏には、自分の瞳がまだ信じきれない。彼に見えていたのは、ラフセン、かっこ、梅のせい、かっこ閉じる、のような華麗な人だった。去るべきお人が、こんな深夜も過ぎた頃、一人で佇んでいるわけはない。彼は答えとする必要以上に、強く頭を振っていった。別にどこも。それからまた、病気などではない。つぶやいて、指でこめかみのあたりを押さえた。顔が青いな、と一人で思う。すると彼女は、もう一つ近づいてきて、どなたかと思うたら、あなた様は今宵のご主賓の。そう聞かれた時には、すでに高氏の水眼にも、正しい対象がつかまれていた。というよりも、酔いから彼の心にあった映像が、とつとして、目の前で物を言っている驚きに、揺りさまされたと言った方がいいかもしれぬ。あ、藤屋社か？え、藤屋社でございます。あれから、そなたはわしの後にでもついてきたのか？いいえ。では待っていたのか？ここで。何の、そんなお約束はしてもおりませぬ。ことのこそ、どうなされたのでございます？わしか？バクと目を塞いだ。たった今逃れてきた、二尾の白いカイナや、執拗な唇が、皮膚にもいとわしく考え出される。高氏は忌々しげに目を見開いた。そして、あの腕や唇が、もしこの藤屋社のものであったら、と、その瞳は、思わず彼女をむさぼり眺めた。小娘の本能は敏感である。相手の目の裏に潜むものをすぐ読んで、ギクと震えに襲われたらしい。かかとは意識のない後ずさりを見せ、何かを守るような姿勢で、両の手をあやに、自分の胸を抱きすくめた。藤屋社、高氏は飛びついた。酒がなせる技と言えるが、彼女の方にも高氏の何かに惹かれているたゆたいがあったのは、是非もない。逃げもせず、ただかわそうとしてのみ、すくめた肩を、高氏の酔いの手が、もうわしづかみに捕まえていた。怖いのか、この身が。いいえ。なぜ逃げる。逃げはいたしませぬ。でもおののいている。あなた様だって、真っ青なお顔をしていらっしゃいます。まるで、仮面のような。酒のせいだ。いや、酒だけでもない。高氏は自分を呪うような語気で、今宵に限って、こんな深酔いしたのも、藤屋社、そなたがいけないからだ。あら、なぜでございますか？言えない。胸を開けて、待つとないもだえを示すと、とっさに、どういう小娘の気安さが、その彼に見えすいたのか、藤屋社の方から寄りすがって、ひたと甘えた。おっしゃってくださいませ。どうして、私が。いやいや、おっしゃってくださらなければ。わからぬか。きっと同様様のご主演で、私までがあまりにお灰を進めたからと。違う。強く顔を振って、そなたはもしや、黒髪ぐるみの彼女の顔を両腕の中に入れてじっとまた見た。もう藤屋社も、自分を見入る異様な眉間の陽炎にも何の恐怖も抱いていない。そして舞台では幾度可憐に思われた小柄な姿も、その黒髪の頂はちょうど高氏の唇を隠すほどな背丈はあった。しかも素顔は
なおどこか大人びてもいた。アギトや頬はクリッとしていて、全体には夏目なりだが、ただ美貌だけの人形美でもない。信道のような瞳は、これを男に濡れさせてみたくなるばかりな小悪を潜め、何かに乾いているらしい唇が、その口紅を黒ずませて激しいときめきに耐えている。